ペガサス野球どうだったの？俺打撃より守備の方が得意ですね。ちなみにどこやってたの？最初のは外野だったんですけど。竹本いる？ファーストとかセカンドやってました。みんな丸く竹本。ファーストとかセカンドだった。ちなみに俺はサード。いや野球ってさ、プレッシャーやばくない？俺ソフトボール高校の時さ、体育祭でやってたんだけど、もうプレッシャーやばすぎ。あれ取ってさらに投げなきゃいけないじゃん。敵が走ってる中、FPS の方だって。その野球用語わかんねえんだって。ランナーかランナーか、はい、ランナーがね走ってるのも見つつ焦っちゃうんだよな俺。視野広くも大変で難しいっすよね。このショットが一発当てたら急に焦って建築なんかすごい建築になるから。いや、めっちゃよくわかってんじゃん。これタモンさんを育成するというか、あれのためにタモンさんのダメなところ今書いてるんですよ。すごい。俺結構やばい。俺とヌメも以外の人から見て、俺ってどんぐらいの中級者か初心者か上級者、どこら辺にいるの俺って。ゲのゲですね、ゲのゲ。中級者の中の低い方とかじゃない。あー、中のゲ。たまにぐらいって悪い。ヌメもちょっと俺のさリプラン見てもらえん？ぜひね、動画を見てる方、クソエクラにやってほしいことを募集しております。私が今一番やりたいことあれだね、クソエクラのあのドラマシリーズ。あれシリーズ化したいんだよな、マジで。ざっと読み上げますね、だから、うん、アジア1位の2人 VS 他のメンバー、みんなタメ口縛り、そうヤンキー縛り、全員メンヘラ。紫に怒ってる。何これすげえ。え、待って、あ、これトラビスコットのあれか、ワンタイムか。いや違う違う、でも外国時間だから日本時間で。お前そっから降りてんだよ。え、いや知らんし。てかペガサスの顔怖っ。トラビス・スコット。おお、何これ背中やばい。ターミネーターこれ。トラビス・スコットの歌マジでかっこいいよ。トラビス・スコットはね、ハイリー・ジェンナーっていうね女性と付き合ってるんですよ。世界一の富豪一族みたいな。1年間で個人で稼いだ額が1位みたいな。稼いだお金は億単位。俺が平成のボブ・マーリー。いやまあいいんだよ。覚えちゃったよ俺も。俺のラップと覚えやすいんですよね。そういう意味じゃねえよ、お前は一緒に言うから。でも歌わなくていい。いや歌ってください。もう歌わない。この歌はもうここで曲を見ます。いやー歌ってほしいな。ありがとうございました。 TS のラップを今まで楽しみにしていてくださった皆さんもありがとうございました。私のラッパー多毛さんの命によりラップをすることは叶わなくなってしまいました。何あの自分がラッパーかのように言ってんだよ。竹本翔也どこいんの？やべえとこにいるよ。ピアノ売ってよ。ピアノべっち来たかこれ。それかあの仲間がさ打ちまくってんじゃない。何言ってやった？何？通用しない今の。フィリピン語しかわかりません。フィリピン語ちょっと喋ってみて。このやん。いや無理です。もんなお前。俺がじゃあフィリピン語講座するよ。パランダドゥ。パランダドゥっていうのはね、バカって意味です。すごい怒ってるじゃんこれ。うわすげえ怒ってる。あったたまって。パカントゥタン。パカントゥタンってどういう意味でしょう？聞いたまん。そうですね。惜しい。次、ランディ。ランディはですね、ヌメモンのことですね。あービッチ。尻ガレです。正解。ビッチ正解。ちょっと。皆さんフィリピン語講座どうだったでしょうか。ぜひ使ってください。簡単語ぐらい全部で。やべえ。ドランとプレイってことで。プレイで。はいはい。いやどうも宮城です。あ、惜しい。あ、高木にハートも言われたんだよ。なんだ。もういいよお前。うららの前に出すから。じゃあ今度俺うららんち行くときお前も誘おうかな。じゃあお前行きます。あ、いいね、ペガサスもんじゃ。俺も行きますわ。で、作る？いいけど、めっちゃ飛んだ。俺もスティッチみたいになりたい。手が。あ、どうしたお前。になりたい？ボツボツ。うまくね？え、誰？コネうまくね？こっち？こっち？おお、うまい！コネはモノマネできんじゃん。それね、俺らがうまいって言ってたけど、お前めっちゃ格好いいね。めっちゃ笑顔になってた。いや、お前すぐやってるガチリアルうまい。普通にコネはでもうまいな。お前さんもスティッチ見たことないな。スティッチ正直見たことない。あれがうまいっていうのは多分見たことない。え？うまっちゃぽー。モノマネとかもうやる気あんのそれ。下手くそすぎる。急にめっちゃ言うやん。俺のコナンの間に聞いてください。いきますよ。なん姉さん。めっちゃ似てるくないですか？なんか若干でも昔のコノヤ、コノヤじゃねえ、コナンコナンの声な感じがする。ヌメモンはなんかモノマネできないの？前なんか胡蝶忍だっけ。なんかあ、胡蝶忍仕上げてきた。そういえば結局あん時めっちゃ練習したけど、全然なんか出す出番なくて。これでかくかったらはずいぞ。はずいぞ。さあ、うろこだきさんと胡蝶忍のちょっとコラボみたいな。あ、その方がやりやすいかもしれない。じゃあ、うろこだきさんもいるかな、ここに。すがきくらんのうろこだきさこんじょ、誰？お前だ。痛い。お前じゃねえなか、声。うろこだきさん
判断が遅いって何の判断なんですか？やだ、やりたくない。でなんかやりたくない。なんか前の方が似てる。絶対気持ち悪いって言われんじゃん。もうコメント欄気持ち悪いばっかりじゃない。仕上げてこいや。完成集中がすごい。お前さ、違うよ。この前はなんか落ち着いた感じよ。鬼殺隊牛柱。ね、こいつな。こいつな。なんで、なんですか。もうちょっとどうしたらいいとかあります。作ってる感がやばいね。なんかもうちょっと入り込まないと。だった気分でいこなす気分。忍んなんないとさ、やっぱり。お前はまだヌメモンだよ。 70% ヌメモン。早く、おお、お前、え、お前、お前、ちょ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 、おお、山本さんのリアクションオーバーすぎでしょ。いや違う、今すごいこと、え、見てなかった。 今結構すごかったけど、今本当にすごいよ。山本さんモノマネできますよ。大阪にいる人のモノマネして。あ、なんだそれ。一本に、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 お金もない。2本ください。いい、3本ください。3本ください。1本だけ欲しいんですけど、3本で言ってるから、3本で。タバコください、おじさんじゃねえかよ。よし、気合が入ってますよ。今回のヌメモンは一足違うぞ。最大限です。え、今彼氏近くにいるの？います、来ます。ちょっと待って。何、うんち、うんち出た。地声だぞ、地声だ、闇だ。殺隊虫柱胡蝶忍。私は柱の中で唯一鬼の首が切れない剣士ですが、鬼を殺せる毒を作ったちょっとすごい人なんですよ。音読が上手い人。なんか音読が上手い人。いや、なんかめっちゃまとえてるそれ。お前いい例えするな今回。てかこの前さ、バーボンとコラボした時、なんかさ、やっぱあっちはちゃんと女の子扱いっていうか、女の子って本来はこうあるべきなのかっていうのがね、分かったよね。なんかクソいくらの女はなんか芋臭かったな。なんか嘘だろ。やっぱりヌメモンが女のみたいな感じの扱いされたらどうなるんだろう。ヌメモンがされるなら俺がされるべきだろ。確かにペガちゃんの方が黙れよ。話戻っていいですか。ダメだよ。ダメだよって。全く話で、あ、これいいなって独断と偏見なんですけど。じゃあ、いや、じゃあ、いや、あ、じゃあ、行ってきます、行ってきますね。お耳しかキルしちゃいけない縛り。はぁ、終わりやん。1日だけ体調を高木にしてみた。スクワットカスタム参加してみた。全部読むんじゃなくてさ、これいいなって思ったの読めよ。え、これいいなって思ったのを読んでんだよ。お前ガチで話を聞けや。これよくいいなって思ったのもある。で、あえてそっちを。これやるってやつ読むか。読むで。撮影中に隠れてしてたらドッキリ。あー、やる。やる、やるの、やる。あー、マジでやりましょう。お前だ、お前はマジでやるから。じゃあ今からやります。いや、本当にやめてください。頼むから。でも、ヌメモン好みがね、まずまずね、いかねえからな。できんなんで。いや、もうヌメモンはなんか、普段は、普通のリアルだったら絶対隠してる人よね。そういう感じをね。あ、友達ととかですか。そう。全然、どうしようもないと言いますよ。ああ、そういう感じなんだ。なんか、すいません。なんだ、彼氏にご飯作んないで、ずっと言ってるんですよ。すげえよ。いや、じゃあもう作んないわ。最悪。オフ会の時になんか作ってきて持ってきてもらうと思うんだよな。絶対やばいわ。どうせ何が得意料理なの、ヌメモンって。結構何でも作れますよ。揚げ物もいけますし。揚げ物。とんかつめっちゃ作ってました。元カレだったんで。彼氏の前でよく言えんな、そんな。元カレが好きだったんでとか。彼氏の前で元カレの話ってのは全くえぐくない。まあまあえぐい。世間は許してくれませんよ。ここら辺声聞いての第一印象さ、めっちゃ弱そう。お前女の強い弱いでかかあれしてんのか。強い弱いでさ、彼氏か、ごめん。その世界ってすごいな、吉田さん。最強じゃん。最強だ。今度やん、それ敵いるよね。あー、敵チャンニングライキだー。バケモンでした。バケモンだ。やばい、こいつら誰。おっ、ねえ、お前いいだろ、こいつら撃つね。ヤクザだよ、これ。おーい、ハピン。おー、マイカー。やばい、敵目の前だ。やばい、敵目の前に差し出したからね。ご案内してた、ご案内。やばい、あ、このやー、俺ジュナイバー持ってたんだよ、アニマさん。このやー、俺らやったの。レゾメゾロやったー。